伝説の極道様が逃げるのか？俺たちから逃げらんねえぞ。今ので倒れてくれると楽だったんだが。いい加減諦めたの。
やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構うんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな、お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってなら、こっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。
あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。わかってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。